我々は実はその、ペニンシュラの設計をすると決まった時点で過去に、ホテルを設計した実績がゼロだったんですね。もうよくこんな状況で頼んできたなっていうふうに思ったんですけど、まあ、多分なんかあのいろんなコンセプトとかフィーリングが あったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で我々が一番最初に提案したのはそのデザインの形だけではなくて日本のもう本物を使っていきたいというようなことをですねお話ししてスタートしてきました。で、まあ、その前提としてペニンシュラは、その自分たちのホテルとしてのアイデンティティはもちろん確保したものがあって、それプラス、必ず地域性を入れたいっていうのがあって、まあ、それ日本に限らず、中国であれば中国だし、バンコクであればバンコクの、その文化とか歴史とかっていうものをこ うまく、自分たちのアイデンティティを融合させていくという作り方をしていて、まあ、当然日本東京であれば、日本のその文化とか伝統っていうものをこ うまくこういう融合させていきたいというのが前提であったんですね。でまあ、そういう中で、我々が最初に提案したのは、具体的にですね いろんな職人さんをリスト化して、例えばこう左官職人とか、漆の職人とか木工の職人とか、和紙の、作家さんとかですね、まあ、金物の方とか、まあ、僕は、その時点で、まあ、最も興味がある、職人さんを顔写真でリストアップして、でこういう人たちと一緒にホテル作りをしたいというようなプレゼンの仕方をしていったというのが、まあ、そもそものきっかけになります。でそれと同時に、まあ、だからといってやはりこう一流のラグジュアリーホテルなんで日本 その旅館みたいなものを作っても、あまり意味がないので、まあまあ、ホテルの骨格っていうのは、まあ、なんていうか、まさにラグジュアリーホテルはこうあるべきだろうっていうような、骨格を作って、まあ、そこに、まあ、日本の技術を組み込むというような、まあ、そういう考え方をしてみました。まあ、具体的に言うと、例えば、エントランスロビーは、まあ、全体に直線、あまり使ってないんですよね。大きなこう曲線で構成をされていて、でなおかつすごくこうシンメトリーにこだわったんですね。まあ、柱が真ん中にあって、で左右対称に同じものがあって、で、中央にアートがある、で、天井からはシャンデリアがついてあるというような形で、非常にこの、左右対称性、にこだわっていました。で、まあ、よく言われることなんですけど。まあ、日本の、まあ、いろんなその建築空間っていうのは あまりこうシンメトリックなものっていうのはなくて、まあ、どっちかっていうと、スキアみたいにですね何かを崩していくっていうようなのが割と、日本 の、その空間作りの中にあるんですけど、まあ、そこはあえて、西洋的な、欧米の人たちが、多分すんなり受け入れられるだろうっていうような骨格を作って、でそこに、日本の技術をはめると。まあ、いう考え方ですね。レセプションロビーに、レセプションカウンターの方に行くとですね、そのカウンター の、バックの壁面が、これ全部左官になってるんですけど、これは岐阜の波佐渡周平さんという左官職人をお願いして、作っていただきました。でそれは半築と言われる手法で、まあ、簡単に言うと、コンクリートの、を、まあ、打つのと似ていて、まずこう、型枠を作って、でその中にこう土をこう入れて積層させていくんですね。で乾いたところで、型枠を取るとまるで、地層のようなですね表情の土壁が現れるというような形になります。そこでは波佐渡さんが、日本各地から集めてきた、ね、20種類ぐらいのいろんなこうタイプの土を使って、まあ、大体2センチか3センチぐらいですね、の土を積層していくというような形で、まあ、その壁自体が、
まあ、盛んというか一つのもう アートみたいなことに見えるということになります。で、まあ、これもその日本の非常にこう、伝統的なこう技術を使っているんですけど、表現が全く違うというようなことになります。だからまあ、その壁面は長谷さんの仕事にはなるんですけど、まさに我々が考えたそのペニンシュラホテル全体のですね、コンセプトが、まあ、その盛んにこう集約していると言ってもいいぐらいの感じで、まあ、要するに伝統的な技術考え方を用いるんですけど、だけど全く新しい使い方ということをですね、目指して作っていきました。